どうも、ともハッピーです。はい、今日もね、オリパ向き語りカード紹介いっちゃいます。今日向いていくのはこちら、エンドルゲームズさんのデュアルランドピックアップガチャ。こちらね、2パック向いていきますと言いたいところなんですけど、一発目でね、まさかのアンダーグラウンドシー出ちゃったんで、豪華に4パックいっちゃいます。もうね、5000円でね、6万円するアンシーのヘビープレート引いてるんで、まあもういいだろ、勝ってるしいいだろみたいな調子乗って4つ向いちゃいます。はい、それでは早速いってみます。あ、もう全部外見向いちゃうか。もうサク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 元気よくいっちゃいますね。そして1枚選んで語って紹介していきたいと思います。お、すごい、このロゴハレリアっぽい。ロゴでもないか、バナーか。ニュートゥーマジックグロッサリー。はい、いきます。せーの、お、逆だ。ドン。はい、コレクテッドカンパニー、イエイ。はい、いいカード。まあ、デュアルランドがね、出るかもな代わりに、他はね、天国オア、まあ値段そこまでしない有料カードみたいな感じかもしれないですね。有料カード出るってことは、向き語り的には熱いオリパスね。お、来た。これは来ました、これは来ました。このね、画像だと分かりづらいですけど、裏面がちょっとね、違うんですよね。風味が違う、色がね、ちょっと淡いんですよね、黒枠の色。これね、はい、ちなみに最近の黒枠はこんな感じで、こう比べると分かりやすいんですけど、裏がね、淡いんですよね。これリバイズドあたりのカードにね、よくある。まあ、デュアルランドとは限らないんですけど、このね、今の黒枠、昔の黒枠で、まあ結構違うんですよね。リバイズドは特に淡いんですよ。ってことで、これはデュアルランドなんじゃないかな。まあこれも白枠だったら熱いよね。はい、白枠来たー、デュアルランドピカー、セイゴー、イエスイエスイエス、サバンナー出ました、白緑のデュアルランドサバンナ。いや、すげえな、また当たっちゃった。これは前回ヘビープレイドだったんですけど、 SP ぐらいかな。 SP スライドリープレイド、ちょっとプレイドってことですね。全体的には綺麗で、スリーブ入れて使ったらもうめちゃくちゃ綺麗なサバンナなんで、これは熱いな。すごいよ、チャオズくん。また出ちゃいましたね。また出ちゃったよ。景気がいいですね。景気がいい。これ栄光はすぐそこに、だからこれはこれで熱い。まあ、多分かけない。いきます。どうぞ。おー、サリア。サリア、ガーディアン・オブ・スレイヴン。いいカード。めちゃくちゃ人気あるカードですね。しかも強い。人気と実力を兼ね備えたサリアさんですね。おい。グローブ・オブ・バンウィロー、これもいいカード。これはそんなに外れでもないかな、多分。ってことで、5000円のね、こちらのデュアルランドピックアップガチャ4パックで、まあ、この4枚、まあ結構いい感じなのかな。サバンナヘビプレイじゃなかったしって感じで、前回じゃあデュアルランドアンシー語っていったんで、サバンナはちょっと語らんとこで、カンパニーはなんか向き語りか他のオリパカイフで語ったことある気するから置いといて、そうだな、どっちだろうな。どっちもいいカードなんですよね、これ。結構迷うな。どっちか決められないよ。まあ、これいこうかな、今回。前回のデュアルランドの流れから、はい、グローブ・オブ・バーン・ウィロス語っていきます。こちらね、日本語名萌え柳の木立、確か。はい、日本語名は萌え柳の木立。こちらは土地です。ランドって土地って意味です。これアイコニックマスターで再録されたバージョンなんですけど、はい、最初はね、未来予知っていうセットに未来からやってきた謎のね、再録って普通過去に出たカードを再録するんですけど、なんか未来からやってきたカードみたいなその枠があって、これ面白いですよね。この間デュアルランドはノーデメリットで2色好きな方出せるとか、ダメージランド1点くらいながら2色好きな方出せるとか、ショックランドを出す時2点払えばアンタップにするとか、まあいろいろね話してきたんですけど、この土地は面白くて、ダメージランドの逆の土地なんですよね、言うならば。
タップして無色マナが、普通に出るのはダメージランドと一緒で、タップして赤か緑をね選んで自分のマナーに加えられるんですけど、その時普通は1点ダメージ受けるんですけど、これは逆に相手に1点回復与えるっていうね、まあ、つまりねライフで押さないデッキだともうあんまりデメリットじゃないんですよね。すごく小さいデメリットなんですよ、1点相手に与えるっていうのは。まあ、基本的にはダメージランドより強い場合が多いですね。ただ赤緑っていうのがこう攻める色なんで、合うデッキ合わないデッキ当然あるんですけど、まあ、やっぱりね有名なのは、レガシーのトチタンとかモダンのね赤緑トロンとか、そういうデッキに採用されてますね。あとはなんだよパリパリずっとパリパリずっとやってすぐ入るやめたね。ちょっとすみません、一旦ストップお願いしますって、ね、すぐ入ってきたよ。おかしくなっちゃう邪魔しちゃうねと思って地味な音を出し続けた。今ちょっとあれなんだ、そうリズムが途切れるといけないから、あとでそれを運べばよかったね。どっち飛び飛びしたよね、どっち飛び飛び中途半端だったよ。ここ通ったら多分この見ちゃうんですよ。いや違う、パリパリの話してるの、通るか通らないか、だからどうしようかなって国が速でこれは重いなと思って置こうと思って、あ、置く時の音だったそう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 はい、でね、面白いのがね、コンボがあるんですよね。バッスルヒ、パニッシングファイアっていう2マナの2点火力とのコンボで、その土地がね、相手が回復した時に赤マナ払うと墓地から手札に戻せちゃうっていう、なんともね、面白い効果の火力呪文で、この土地で赤マナ出して相手に回復させながら赤マナそのまま払ってバッスルヒをね手札に戻しますって言って、要は何回も2点火力打てちゃうんで、めちゃめちゃたくさんのクリーチャー除去ったりとか、一旦のうちにね手札から打って回収して打って5マナ使ってね、まあタフネス4以下のクリーチャー倒したりとか、あとはねもう地味にこうプレイヤーに打ち続けて最後勝つデッキだったりとか、まあ歴史の中でいろいろねこの萌柳の子たちとバッスルヒを使ったねコンボがあったんですけど、はい、今だとねレガシーでしかこのコンボはできないんですけど、クリーチャーデッキにはめちゃくちゃ強いですね。まだ赤緑しかないんですよこのタイプの土地は。これがね前色出ると、特に青白とか青黒とかコントロールカラーは相手にライフ与えても全然結局最後一気に勝つんでフィニッシャーで、あんまり関係ないのかなみたいな、そんな感じで強くてね面白いカード出ました、よかった。そしてサバンナも出てよかった。で気になるお値段の方なんですけどね、まあサクッと予想すると、3000、1000、1万8000、はい、じゃあ気になる参考価格発表お願いします。はい、まず萌柳の子たちは、はい、アイコニックマスターズ版1980円です。あー思ったよりだいぶ安い。1080円安い。集合する中退、集合した中退。見てないな4枚の場合全部やん、複数の場合全部。ハズベ、5000円オリパでさ、はい、アンシー引いたまたエンダルの、えアンシー純真事務所オリパ抜き語りカード紹介一発目、はい、アンシーやばくないですかオリパ開封一発目アンシー5000円、やばくない、アンシーに疲れてますね。集合した中退、ちょっと乾杯はね昼だからまだちょっと、あ乾杯にいいです、あ乾杯、あ乾杯にいいね、乾杯にいいじゃなくて、はいはいはい、行きます。集合ノンアルならいいけどノンアルで一杯やってやってみますかはい、お願いします。集合した中退、こちらが1880円。全然当たってない全然まあまあこの2枚の合算値で言えば俺の予想ドンピシャだったよね。合算5000円ぐらい、はい、あ、じゃあ合算4000円か、合算4000円ぐらい、はい、お願いします。サリア、スレイベンの守護者サリア、はい、こちらが2000円です。2000円、俺の予想1000円だった。すごいカードだな。まあモダンでもレガシーでもサリアバンバン使われてるんで、はい、こちら見物ですね。サバンナ、はい、こちらの参考価格が
15,300円です。サバージョの SP。SP。15,300円。300円。はい。ってことは合計はおよそで言うと2,000円だったから、で15,300円だから、まあ、5,000×4パック2万円で21,000円分ですね。21,000円分およそ。まあちょっとお得でしたって感じで楽しめたからね、爆破ですね。ちょっとお得な上に楽しめた爆破。はい、って感じで今日もトモハッピーがお送りしました。ご視聴ありがとうございました。